くなって、うんうんうん、でやっぱりその話聞いてても7年で壊れたなんでなんだって言って見させてもらったら、うん、やっぱり水がもう含むのが悪くなってトランスがもう膨れ上がってて漏電してしまってるんですね。トランスもやっぱり一つ一つがかなりしますので、うん、やっぱ水壊れてしまうところでも機械を入れ替えてしまった方がいいんじゃないのかなっていう感じで、トランスビジャーカーを断たそういう、うん、一緒です。思わずで訳しちゃう。うん、okay. 最近僕も生活させていただいたら、はい、水洗いもなく、大事にされてから、私も34年間使っていて、2分は使って。